はいどうも、キスケです。ということで、ちょっと久しぶりになるけど、ドラゴンボールスパーキングゼロのちょっと最新のキャラクタートレーラーを見ていこうかなと思います。はい、ちょっと見てない分、まあ個人的には見てるんやけど、動画としては見てないやつ用意してきました。キャラクタートレーラー、ドラゴンボール Z 人造人間編ということで、いやもうサムネイルで分かっちゃってるんやけど、親子カメハメハとセルですよ。これはちょっと楽しみすぎるな。見ていきますか。ちょっとね、一時停止しながら見る恐れがあるんでね、その辺ご了承ください。いきましょう。アンリアルエンジン5でしょうね、おそらく。スパーキングリターンズ。いやー、メカフリーザもね、ちょっと見ましたよ先ほどね。いやー、マジでグラフィック良すぎる。えぐいって。これはさ、トランクス、メカフリーザいいね。コルドも出ると。うーん、おわー、かっこよすぎる。そして、あー、人造人間編ドクターゲロ、いやー、いいっすね。19号ね。話すなよ、絶対だな。あの技ないのか。あー、今のちょっと今のちょっとあれっぽかったな。さすがに腕ちぎるのは無理か。わー、すげえ頭が伸びてら。うん、話すなよ。これね、これがなんかあれをなぞってんのかな、おそらく。絶対に話すもんか。話すなよ、あのシーンめっちゃ好きなんだよな。18号ね。いやー、いいっすね。17号でピッコロね。いやー、これは、あー、いいね。お、セルだ。いやー、めちゃくちゃいい。16号うわ、ビジュアル最高やなー、マジで。ヘルズフラッシュめちゃくちゃ低空で出してんなあんな低空で出したら地球ぶっ壊れるぞマジで、ヘルズフラッシュなんて。うわー、かっけー。あー、来た。時間稼ぎの気候法だ。あはは、最高マジか。あー、うわー、めっちゃテカってるね。完全体でしょこれって。ファイナルフラッシュなんかパーフェクトセルなんかっていうぐらいテカってない。これは 3D モーションの 3D モデルの問題かな、多分。多分パーフェクトセルも出てくると思うんだよな。いやー、いいね。ご飯、あのシーン見してくれるんかな、セルジュニア。多分あれですよね、サムネイルが親子カメハメハなんで。あ、自爆ね。あ、見してくれそう、見してくれそう来た。うわ、かっこいいかっこいい、めっちゃかっこいい、マジでかっこいい。まあでもなんかあれやな、若干モデルがって感じかうん、そうだな、モデルが若干心配だなっていう感じですね。ちょっと止めていいですか。うん、そうね、ご飯2のモデルがちょっとっていう感じと、で、あとなんかあれやね、あー、若干バリバリしてるんか。なんかもっとバリバリしてていいような気がするんだよな、わかる。うん、スーパーサイジン2ですもんね。だってもっとなんか稲妻バリバリバリってしてくれたら嬉しいなって思うんやけどなんか気持ち程度っすよねこれで。なんだ、うん、そうだよな。何喋ろうとしたかちょっと忘れちゃったんで進めますねいやー、かっこいいね。あ、そうだ、そう、今モデルちょっと微妙だなって感じてるじゃない。なんかそうでしょ、なんかちょっと頭でかくてずんぐりむっくりやなみたいな印象があるんですけど、結構ねテコ入れあるんですよね、スパーキングゼロ。だから初期のトレーラー映像とか見てみても、最新のと比べてみるとね結構違うのモデルが。だから今このご飯2のモデルが若干あれなんじゃねって思ってる人は、
まあ俺も思ってるんやけど、多分ね修正されると思うよ。うん、ご飯2なんて一番人気なんじゃないかっていうぐらいいいキャラクターやからね、大人気のキャラクターやから、多分そういうテコ入れはあると思うんだよな。うわー、めちゃくちゃいいやん、すごくいい、 BGM もすごくいい。ちょっとね著作権とかの問題で、あー素晴らしい、音小さめなんですけど、まあ大きい音で聞きたい方は各自見てほしいって感じやけど、あーめちゃくちゃいい。あ、パーフェクトセルダパーフェクトセルダかっこよすぎる、めちゃくちゃかっこいい。いや結局このシーンなんだよな、ドラゴンボール結局ね。あー最高だ、力を、しびれます開いたね、開いてきたね。ちょっとここ見ようか、多分そうだよな、発売日は10月10日、もうやん、すごくね、あと2ヶ月もないよ、やばいな。うわめっちゃ開いてきたな、あと何体だ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23,33,33?あと33体だけ?やばくね ?GT ないな、これは。GT ねえな、これ。うん。なんでかっていうと、多分ね、ここら辺に魔人ブーのいろんな形態がずらっと並ぶと思うんですよね。で、マタナ悟空とかも多分この辺に入ってくると思うし、うん、ねえな、GT は。まあさすがに DLC とかで出してくれるとは思うけどね。どうなんだろうな。いやー、こりゃ楽しみだ、マジで。マジで楽しみ。Steam 版は10月の11日。たださ、アーリーアクセスあるじゃない?予約っていうか、ちょっと高い版やけど、あるでしょ?あっちはなんか日付揃ってたような気がするんだよな。できれば Steam でやりたいんだけどな、俺は。いやー、めちゃくちゃ楽しみだ。で、ちょっとね、公式サイトの方もチェックしていきましょうか。エピソード Z、中期の悟空が、なんかね、次元の狭間に幽閉されてますけども。いや、増えたねー。めちゃくちゃ増えてるよ。ニューって書いてるね。ご飯、少年期、スーパーサイジンご飯。スーパーサイジン2のご飯いいです、めちゃくちゃいい。トランクスね、トランクス格闘、あれ今回 PV で見たあのトランクスはないのかな、ないよね、これか、一応これに入んのかな。いやめちゃくちゃかっこいい。いやでもさ、こう見るとさ、髪の毛の色全然ちゃうね。青と紫やもんね、全然ちゃうな。あーすごくいい、めちゃくちゃ早くやりたい。メカフリーザね、いやーいいっすね。第一形態セル、第二形態セル、完全体、パーフェクトセル、セルジュニア可愛らしいな、寝転がってるね。でチャオズ、ヤジロベ、バーダックも出ると、サイバイマン、ナッパー、ザーボン、スーパーザーボン、ドドリア、キュイね。ギニュー悟空も出るよね、多分。それかもう、一つのギミックになってんのかな。多分分けると思うんだけどな。でコルド大王、人造人間16号。あー、いいっすね。人造人間17号、19号、ドクターゲロスポポビッチも出ると。スポポビッチ出るんやったらもう GT 出してあげろよって思うけどな。むずいんかな、そんなことないと思うけどな。なんかね、スパイダーマンみたいにね、版権がどうたらこうたらみたいな感じでややこしい問題なんやったらわかるけど、どのゲームにも出てるじゃん GT って。レジェンズにもどっかにも出てるし、だからスパーキングゼロが出せないわけないと思うやけどな。ですよね。いやだから多分 DLC とかになるのかな。いやめっちゃ楽しみやな、マジでたまらんな。
ほんまたまらんわ。俺がね、もう一回見たいところ、ここだ。これ最高すぎる、マジで。やっぱあるよね。こいつをまともに受け止める勇気があるか。いやー、かっこいいベジータ、マジで。最高だな。で、ヘルズフラッシュもちょっともう最後に見ようか。このヘルズフラッシュは皆さん、地球が壊れます。めちゃくちゃ地面に打ってますやん。これは地球が壊れます。はい、ここかっこよすぎたな。セルやっぱ男前っすよね。ええー、顔してるわ。いやー、よかった。神ゲーだ。悪い、海王神様、ここしかなかったんだ。いやー、いいわ。はい、てな感じでした。いやー、期待が高まるね。もう残すところ33体となりましたよ。早いもんです。はい、てな感じでした。皆さんが注目すべきキャラクターは何ですか？何が出てほしいですか？コメント欄で教えてください。お疲れさんでした。バイバイ。